はい、それでは今日も読書レビューをしていきたいと思います。 えー、このチャンネルではですね、私がまあ一日一冊を目標に本を読みまして、その内容をレビューをしていくという内容になっています。で、えっ、ー、とまあこれで三百五六十冊目になると思うんですけども、まあもしよかったらですね、再生リストとか作ってありますので、まあそちらから、えー、まあ他の動画も見ていただければというふうに思います。で、まああの多いのはビジネス書とかまあ心理学についてだったりとか、あと最近はまあお金についてですね、まあ資産形成だったりとか、投資とか、まあそういったところについてもまあ勉強を始めたので、 そういった内容が多いかなというふうに思いますで、今日はですねこちらの大見商人の哲学種屋に学ぶ のの基本本とといいいうタイトルのをご紹介したいと思いますでこの本は2018年の8月だったかなに、はい、あの発売されてる本で、えーとまあ、実は私がですね滋賀県にまあ少しゆかりっていうか、まああのまあ、ゆかりがあるので、えー、気になって買った本ですで、まあ、ご存知の方もいるかもしれませんけれどもこの種屋っていうブランドは、えー、とお店はですね、えーとまあ、例えばクラブハリエっていうバウムクーヘンのブランドであったりとか またここに写真がありますけれども、まあ、滋賀県を中心にあの商売をされてるんですけれども、まあ、まさに近江商人ですねなんですけれども、まあ、滋賀県の近江八幡というところに、えー、こういった施設を作ってまして、えー、ラコリーナ近江八幡と呼んでるんですけれども、まあ、あの非常にユニークな設備を作って今結構あの観光地としても人気が出ているそうですで、えーとまあ、この本の内容はですねその種屋グループの CEO であるこの山本さんが、えーまあ、どのようにしてその種屋っていう まあ会社どういった理念でまあ運営をしているかまたそれが近江商人のえまあ考え方とどういうふうにつながってるか哲学とどうつながってるかということをえ説明した本になります。でこの「種屋」っていうのはですね、えーとまあ、も古くからあるお店というか、まああのーまあ、お店で、えー、ともともと種子を えと種種、ね、を売っっててたのでで、まあ、屋っていうう名前だそうです、ね、これ私も全然知らなかったんですけどもあの、まあ、そういったところから商売を始めて、まあ、今は、えー、お菓子、まあ、和菓子と洋菓子両方扱ってるんですけども、まあ、さっき言ったクラブハリエとかですね、まあ、バンクーヘンとか、えーまあ、そういったものを取り扱われてるお店です。でえー、と内容はですね、えー、1章から6章までありましてで1章から、えー「種屋はなぜ受けたのか」。 なぜ世代交代は成功したか。ラコリーナの思想、これラコリーナっていうのはさっきの司説ですね。で、四章が三方よしをどう生きるか。 5章が種や流働き方改革で最後6章が変わるもの変わらないものという内容になっていますであのいくつか面白いなと思ったところをまあ、今日もご紹介していくんですけどもあのちょっと最初にですねあの全体の感想を述べたいと思いますで全体の感想としてはえっ、ー、と結構何の気なしに読んだんですけどもあの私も今まあ、会社員としてまあ仕事をしてましてまあ、ビジネスについて考えたりするのが好きなんですけども非常にあの気づきの多い内容が、えー、多い本だなというふうに感じましたでまあ 今まで,です、ね、結構ビジネス書を紹介してきたんですけれどもあのそのビジネス書とはちょっと種類が違うまたあのビジネスに対する考え方でビジネスっていうまあ横文字よりもですねやっぱりその商人としてのまあ哲学っていうのが、まあ、あのすごくよく書かれてるなという印象を持ちました。 で、えー、とまあこの本の中にはですねこの方の、まあ、お父さんとの関係性であったりとかまあ特に多いのは先代社長であるお父さんの関係性とか、まあ、お父さんの代からこの山本さん、まあ、もあろんお父さんも山本さんだと思うんですけどもまあこの今の CEO の、えー、まあ運営スタイルをどういうふうに変えてきたかとかですねあのそういうことが書かれているんですけれどもやっぱりその大事な部分ですね会社会社というかまあもともと地方にあった。まあ えー、お店をまあどういうふうにして大きくしていくかでそれも単に大きくするだけじゃなくてやっぱりあのお客様にどうやって喜んでいただくかまた大見商人の哲学としてよく言われている「三方よし」という考え方ですねこれも少し後でお話しますけれども、まあ、その考え,た考え方に沿ってまあどういうふうに発展していく必要があるのかということを、まあ、あのすごくよく考えてあの会社を運営されてるんだなということをまあ感じる本でした。 はい、でえっ、ー、とまあ三点ほどですね面白いあの良かったなぁと思うところをご紹介して、あとは結構なんていうのかなえっ、ー、とあえっ、ー、とごめんなさい一点まああの今。 チラッと言った近江商人の三方よしっていうところについて説明してあとはですねパラパラパラっとあこれはあの素晴らしい考え方だなと思ったところがたくさんあるのでそこをザザザッとご紹介をしたいと思いますで一点まあちょっと三方よしっていうところ近江商人のまあ哲学っていうんですかねその考え方についてお話をしたいと思いますで三方よしっていうのはまあ3つの方向がいい、まあ、3つの方面に対してよしっていう意味なんですけども、まあ、売り手と買い手と世間ですね まあ、売り手手ししし買いい世間よしとううふうにまあ言われてます。でこれはまあどういう意味かというと、まあ、売り手買い手は分かると思うんですけれども世間というのは、えー、とそのビジネスのまあ周辺にいる方、まあ、あの関係会社であったりとか、まあ、直接的にそのビジネスに関わってはなくても例えば地域住民の方とかですね、えーまあ、そのビジネスがあることによって、まあ、生まれてきている社会的な、えーまあ、動きを含めた、まあ、あの世間ですねあのそういったことを指すんだと思うんですけれども。 やっぱりその、えーまあ、近江八幡という滋賀県の地域を中心に栄えてきたこの種屋っていうのには、まあ、こういう考え方っていうのが非常に色濃く、えー、残っているということを、えーまあ、おっしゃってます。 でまあ、あの先代からずっと言われているのは、まあ、目先の利益を追うのではなくまずは相手が喜ぶことを考えるとでこれを「戦技公というそうなんですけども、えーまあ、先に相手を喜ばしてそうですね後から自分の利を得るということなんですけど、えーとまあ、細く長くであっても組織が永続することを優先する、まあ、ビジネスの相手だけじゃなくてそれ以外の人々、まあ、つまり世間の利益も考えるで、まあ、ここ特徴だなとすごく感じたんですけども生まれ育った地域に還元すると。 まあ、そういったところはすごく心がけて、えー、まあ掲揚されてるそうです。でまああの先代からも数字ばっかり見るなとお客様を喜ぶことを考えお,お客様を喜ばせることだけを考えろとでお客様の顔だけ見ていれば数字は後からついてくるとまあそういうことを言っているそうです。であの、まあ、ちょっとこの中でどれだけお話しできるかわかんないんですけれどもあのこの言葉だけ聞くとですね 何というか非常に綺麗事というかあのまあ当たり前の恥だよねっていうふうにも捉えられるような気もするんですけどもあの非常にやっぱりその滋賀県というまあ,あ,のあんまりこうすごく大きな県ではない。 でまた近江八幡っていうのも、まあ、都会ではないんですけれどもあのそういった地域の中で地域に根ざしてやってきた種屋だからこそやっぱりあの持っているこだわりとかですね、えーまあ、強み良さっていうのを、まあ、あのすごくこの本の中から感じることができますので、まあ、それを、えー、踏まえて考えるとやっぱりあの素晴らしいことだなということを、まあ、あの感じました。 はい、であとはちょっとあのいくつか面白いなと思ったところとか、えー、素晴らしいなと思う考え方についてご紹介したいと思います。で、一点目はですね、このタネヤは、えー、と滋賀県内には、えー、と直営の路面店を展開しているんですけれども、実はその県外は全部デパートに出店をしているということが書かれてます。で、この理由が面白くて、えー、それはなぜかというと何か問題が起きたときに不安だからということだそうです。で、これつまり、まあ例えばお客様が急病で倒れられたとか、まああのお店の外壁が汚れたとか空調が壊れたとか。 とかまあそういうことがあったときにやっぱりそのポリシーとして、まあ、自分たちでちゃんとすべて責任を持ちたいというポリシーがあってまあ、それをやろうとするとやっぱり直営店路面店というのはまあ、滋賀県にしか出せなくてまあ、あとは他はデパートで、まあ、デパートに見てもらうと、まあ、そういった形でお客様に、えー、まああの責任を持っているということだそうです。結構考え方ととしして面白いなといいなうに思いました であとはですね、まあ、ロスに対する考え方とか、あとは、えー、と機械化についての考え方も非常に面白くて、やっぱりそのロスっていうのは、もう徹底枠としてまあ、減らしていかなきゃいけないと、でなぜかというと、生産農家の気持ちであったりとか、労力っていうのを、まあ,あの無駄にしてる、裏切っていることだから、なくさなきゃいけないとかですね。例えば 機械化についてもその人の手で作った方がいいっていう部分もあるんだけれどもやっぱり機械は機械で強いところがあると例えば熱々のあんを握るとかまあそういうことは人の手ではできないまあ、それを機械化することによって、えーまあ、より効率的により美味しい状態でまあ、製品を作ったりとかですねあとは殺菌っていうかあの菌を無菌状態で作るのとかはやっぱりどうしても人の手ではできないと、まあ、そういったところはちゃんとロジカルに、まあ、サイエンティフィックに考えて えとお客様への価値を最大化しようとした結果もう全部機械化してしまうとかあのもちろん全部機械化できるプロセスに関しては全部機械化してしまうとかですねあの非常にこう何て言うのかなバランスが取れたあの考え方のもとにまあ積極的にえまあビジネスをビジネスというかまあ投資とかですね意思決定されてるんだなということもえまああの関心をしましたであとはですねえっと まあさっきの,あのラコリーナっていうところをちょっと後でご説明しますっていうふうに言ったんですけれどもこのラコリーナ近江八幡っていう施設はですねあの東京ドーム3個分って書いてあったかなあの非常に広い敷地の中にえとまあ例えば木を植えたりとかえ田んぼがあったりとかですねあのよりこう自然をまあ感じることのできるそういった 施設になってるそうです、ね、私自身行ったことがないのでちょっとどういうものかっていうのはあの細かいところまで具体的にご説明できないんですけれどもまあ,あのやっぱりこの滋賀県じゃなきゃできないことであったりとかこの種屋がまあ昔からずっと大切にしてきた、えー、まあこの地域のことであったりとか、えー、もちろん和菓子を作るのに必要な水の美味しさとかまあ、お米の素晴らしさとかまあ、こう、うん、実際にこう自然に触れて体感をするとまあ、そういったことをも で,でその作り込んでっていうのもこういうふうに作り込めば売れるというふうに思ったから作り込んだというよりはやっぱりこのオウム商人の考え方として、えー、まあ地域のお世話になったとでじゃあその我々の地域の良さっていうものとか、えー、まあ地域にさらに貢献するっていうことですねここにでっかいビルを建てるんではなくてやっぱりよりその地域の個性を生かして地域の長期的な継続をまあイメージしてし作った施設。だから施設とといううよりはもうそのエリアというか まあそういうものだなというのはやっぱりあの本の中でまあ感じながら読んでいました。はい、とかですねちょっとすいませんまとまってないんですけど。 えーっとあとはそうですねあの伝統のある、まあ、あの会社なんですけれどもあのこの本読んでて感じたのはさっきの機械化の話とかも言いましたけれどもあの後半にも書いてあるんですけれども伝統っていうのはやっぱり変えていくっていうのが大事だということが書かれています。つまりずっと守り続けていてもやっぱりお客様の、えー、好みであったりとか、まあ、社会の状態であったりとかでそれが変わっていけば結果的にその例えば和菓子を楽しむシチュエーションが変わったりとか、えー、人々の暮らしが変わればやっぱりその どういう温度でお菓子を食べるのかとかどういう飲み物と組み合わせて,て、えー、食べるのかとかですねそういうことが変わっていくとつまりその伝統っていうのは、えー、と変わらないことっていう意味じゃなくて逆に言うと変わり続けていくことで最終的にお客様に価値を提供し続けられるっていうところは変わらないと、まあ、そういう意味で伝統っていうのを大事にしてるっていうことを、まああのー、この本の中で言っていて、まあ、そこもあの素晴らしいなと思いました。であのさっっっきもも言ったんですけどもやっぱりその え何がまあ我自分たちの強みで、えー、どこは変えていってもいいのかということをやっぱり日々徹底的に考えて、まあ、柔軟な発想でですね、えー、本質を見据えてないと多分こういう判断というのはなかなかできないと思いますので,でさらにその上で地域との共生とかですね、えー、長期的な発展でその発展っていうのも自分たちの発展ではなくて、えー、地域の発展とかですね、えー、まあそういうい レベルでの発展をまあ考えて形容されているっていうのはまあ非常に素晴らしいなというふうに思いました。でちょっとあのすいませんちょっと今日はあまりまとまってないんですけれどもあの本としてはですね非常に素晴らしくてそのまああの単純に和菓子とかが好きだっていう方ももちろんあのまあ、読んでも面白いと思うんですけれどもあの普段やっぱりビジネス書を読んでいてですねなんかこうえーと まあそうですね横文字の多い本とか読んでる人でもなんかこう忘れていたような感覚とかああこれがやっぱりその商売の本質、まあ、お客様に喜んでいただいて同時にまあそのビジネスによって周りの方も幸せにすると、まあそういう本質についてまあちょっと考えさせられる本だったかなというふうに思います、はい、長くなりましたけども今日は以上です。